こんにちは、大チャンネルです。今回は巻き煙突は簡単というテーマでお送りします。巻き煙突は巻くのが難しいと思っている人が多くいるようですが、皆さんはどうでしょうか？難しいと思っている人はただやり方を勘違いしているだけだと私は思います。そこで今回は巻き煙突の正しい巻き方の解説を行います。またこの度チタン製の折りたたみ薪ストーブを購入したので、火入れを行い、このストーブのメリットやデメリット、選んだ理由についても解説をします。今、薪ストーブ購入を考えている方の参考になればと思います。では、中身を確認します。収納袋。薪煙突とリング。スパークアレスター。ダンパー、ガイロープ用の金具、そして本体です。組み立ては至って簡単で、説明するまでもないので、不要な方は飛ばしてご覧ください。天板の裏を見るとビームで補強が施されています。これにより歪みにくくなります。このストーブを選んだ理由の一つになりました。四方の壁を起こし、留め具で固定します。足を広げると底板にも補強が施されています。この状態で焚き火台として使えるので、網や五徳を乗せて調理ができます。これもこの商品を選んだ理由の一つです。天板をかぶせ、留め具で固定します。ネジを外してダンパーを取り付けます。この時点で問題ないので、残りの部材の梱包を解いて準備は完了です。スパークアレスターにガイロープ用の金具をつけるとこのようになります。それでは火入れを行っていきます。煙突の長さが2メートルしかなく、風もないので今回ガイロープは使えません。組み立ての解説は省略します。では煙突を組み立てます。煙突を細くなる方向にひねり、収納用のリングを抜きます。組み立て用のリングをつけて煙突を伸ばしていきます。
伸ばしながらリングをずらし、それを繰り返します。煙突の長さは2メートルと3メートルで悩みました。結局3メートルを必要とする場面はそんなにないと思い、2メートルにしました。必要に応じて3メートルを買い足せばいいと思っています。きれいに伸ばすコツは、一方向にひねるのではなく、左右交互にひねりながら伸ばしていく方がいいと思います。この作業は少し面倒ですが、難しくはありません。それを知ってもらうためにノーカットでご覧いただいております。不要であれば倍速にしてご覧ください。火入れを行った後はこの作業は不要になります。それを勘違いして毎回この作業をしなければならないと思っている人が多いようです。後ほどご覧いただきますが、先に言ってしまうと、火入れを行った後は垂れ幕を垂らすようにするだけで煙突の形になります。もう一度言いますが、この面倒な作業は火入れをする前の最初の一度だけですので、安心してください。あと少しで完成です。だいたい3分ほどで煙突の形になりました。3メートルだともう少し時間かかると思いますが、そう難しくはないです。スパークアレスターをそのままつけると、ガイロープを張った時に下に下がって穴が塞がってしまいます。危険なので爪を折り、下がらないようにしておきます。6箇所のうち3箇所の爪を折り曲げました。煙突の先を細めてスパークアレスターを取り付けます。ロープ用の金具をつけるとこのようになります。なくすといけないので外しておきます。煙突を立てます。リングをずらし、根元を広げかぶせます。
煙突をまっすぐにしたらリングを下げジョイント部分にかぶせます。リングの間隔を揃えて完成です。それでは火入れを行います。ここで一つこの商品のデメリットをお話しします。背が低いので中が見えづらいのが難点です。なので中を覗き込むときはこのような体勢になります。台の上に乗せるという方法もありますが荷物を増やしたくないので我慢します。天板の四隅には筒状の部材が取り付けられているので別映えのテーブルなどを増設することができます。調理中クッカーを火にかけっぱなしにしたくないときに便利です。これもこの商品を選んだ理由の一つです。風が出てきたので薪でストーブを抑えます。市販の薪も長さが不揃いで長くて入らないことがあります。これは小さいゆえのデメリットの一つです。まあ切ればいいだけですが、体で見えませんがラーメンにお湯を注いでいます。火力はこんな感じです。それと薪は頻繁にくべる必要があります。これも小さいゆえのデメリットの一つですが、薪をくべるのは楽しいので苦にはなりません。扉を閉めるとすぐに火力が強くなります。ダンパーを45度にしてみます。全開にします。吸気口を半分閉じてみます。全開にします。分かりづらいと思いますが
火力は変化します。良い具合に焼けたので火入れを終わりにします。撤収作業をしながら注意点などを解説します。まだ残り火がありますが煙突を外します。炭と灰に分けて持ち帰ります。どちらも再利用できるのでゴミはほとんど出ません。炭は飯盒に入れて蓋をすれば片付け終わる頃には沈下しています。灰はふるいにかければ肥料として使えます。ここで収納袋に入れる前にやっておきたいことがあります。せっかく灰があるのでガラスを磨いて次回に備えます。キッチンペーパーを濡らし灰をつけて磨きます。空拭きをすれば完了です。最後に煙突を片付ける際の注意点を解説します。それでは悪い見本をお見せします。リングを外しそのまま巻いてしまうととんでもないことになります。外側もすすだらけになり次回使うときに大変です。煙突は軽く空拭きをするだけで簡単にすすが取れるので撤収の際は必ず内側のすすを落としてから巻くようにしてください。筒状の煙突は長いブラシなどですすを落とさなければならないのでメンテナンスが面倒ですが、巻き煙突は広げながらタオルで空拭きをするだけなのでとても楽です。この掃除のしやすさこそが最大のメリットだと思います。煙突はすぐにベコベコになると思っている人が多いようですが、一度火を入れてしまえばそんなに神経質になる必要はありません。このような砂利の上に置いて巻いてもへこむことはありません。
それでは次回使う時の煙突の組み立て方を解説します。収納用のリングをつけた状態でしばらく置きます。先ほども言いましたが、垂れ幕を垂らすように広げるだけです。このように煙突の形に戻ります。組み立て用のリングをつけてあっという間に完成です。どれぐらい簡単なのかノーカットでご覧ください。リングをかけてから約40秒で完成しました。それでは煙突を片付けます。箱と天板はそんなにすすがつかないので、シーズン終わりに掃除すれば良いと思います。ところで本体の変形は全く見られません。防火材による補強は伊達ではないですね。天板も全く歪んでいません。ダンパーは大して汚れていません。ネジもスムーズに回ります。撮影を忘れていましたが、スパークアレスターは内側の煙突に接する部分を空拭きし、すすを落としておきましょう。ガイロープは付属ではないので用意してください。最後に一番の注意点、ストーブを触るときは必ず手袋をしてください。特に煙突は鋭く簡単に手を切ってしまいます。はい、いかがでしたでしょうか。薪煙突の扱いは簡単だと思っていただけたでしょうか。薪ストーブ購入を考えている方の参考になれば幸いです。では今回は以上となります。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。